大君です。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回アップルの、ね、新製品発表会が、まあ、そろそろね開催じゃないかということでですね、そちらについて、お話ししたいと思います。でまずはね発表会の日程についていつあるのか軽くおさらいしてですね、今回発表されそうな新製品ですね7つすべて紹介いたします。まあ、なのでやっぱどういった製品がねやっぱ出そうなのかっていうところですね、まあ、そこが非常に気になると思いますので、これ本当もうすべてねお話しします。でまた製品ごとにねあとリーク情報とか元にですね、まあ簡単ではあるんですけども、まあどういった性能になるのかだったりね価格とかについても触れたいと思いますので、なんで今ねちょっとアップル製品ねちょっと購入しようかなっていう考えてる方はちょっと参考になると思いますので、ぜひご覧ください。でこちらのチャンネル、アップル製品をはじめとするですねリーク情報だったりね、賢い買い方ですね、わかりやすい解説だったりガジェットのレビュー動画というのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね皆さんと一緒に IT リテラシー高めていきたいと思ってますので、まだねチャンネル登録しない方はぜひ、チャンネル登録していただいてですね最新情報受け取ってください。でまた一番右の通知ベルもオンにしていただくとですね最新情報がねこうすぐ届きやすくなりますので、まあこういったやっぱりこの新製品の情報とかね非常にタイミングによってはね、うわ買う前でよかったとか買ってからねちょっと後悔したみたいなことも結構ね聞かれたりするので、でまたさらに最新情報はTwitterの方でもね日々更新してますので、こちらもフォローねお願いいたします。はい。でまずはねその発表会のね、日程についてなんですけども、まあまず3月ですね、まあ3月にそのアップルの発表会があると言われてるんですが、その3月のねじゃあいつっていうところなんですけども、まあ過去のことから考えるとアップルの発表会はですね、まあ大体月の真ん中の火曜日っていうねことが多いんですけども、そういったことで3月16日のまあ現地時間ですね、まあ火曜日、まあ日本時間の17日の水曜日結構濃厚なんじゃないかと思われてたんですけども、特に今のところねアナウンスがまあないんですよね。まあ大体その1週間前にはこう発表会ありますよってアナウンスが来るんですけども、もう来てないので、まあその通りねやっぱブルームバーグの記者のマークガーマン氏がねやっぱ3月16日はやっぱないっていう風にね言ってましたので、感じでやっぱ16日ではないのかなっていう、なんでもしかしたら3月23日の火曜日ですね、まあ今有力なのはなんで日本時間の3月24日の水曜日ですねの午前2時が山の有力なんじゃないかと思いますね。まあジョン・プロスターさんとかやっぱ23日にやっぱあるんじゃないかっていうふうにツイートしてますんで、まあ例えば2018年と19年はですね3月終わりですね、まあ25日とか28日に行われてたりするので、やっぱ3月終わりの火曜日なのかなっていうところですね。はい。ということで、まあ何かしらその新製品の発表が、あると思うんですけども、じゃあ3月の発表会でどんな新製品がね、じゃあ出るのかっていうところですね。はい。まあ出そうな商品、7つですね、すべて見ていきたいと思います。まず、一つ目ですね、発表されそうな製品は、AirTag ですね。はい。こちら発表される確率は、だいたい 80% あたりかなと思います。まあこれ、どういったものかっていうとですね、まあ、いわゆるその忘れ物防止タグって言われるものをですね、まあ、例えば財布とか鍵とかですね、まあ、カバンとかに、つけておくことでですね、例えばその鍵とかね、なくしたりするじゃないですか。まあ、そういった時に iPhone で、まあ、GPS とか、まあ、Bluetooth とかで探せるものになりますね。まあ、場所を見れたりとか、そう音を鳴らしたりして、あ、ここにあったとか、見つけられたりするんですけども、まあ、他にもなんか落とし物タグっていうのね、まあ、例えば、僕が紹介したものだとタイルとかね、まあ、いろんな種類あったりするんですけども、あるんですけども、まあ、AirTag はやっぱ Bluetooth とか、まあ、Wi-Fi ももちろんなんですけども、まあ、それよりも正確な、超広域帯チップっていうね、UWB チップっていうものを採用するんじゃないかと言われております。まあ、この UWB っていうのがなんか GPS のね、例えば信号とかね、壁とか熱いと届かなかったりするんですけども、まあ、そういった場所でも、まあ、数センチ単位です。正確に測れると。まあ、そういった無線システムで、実際に iPhone 11とか12とか Apple Watch にも、採用されてまして、まあ、そろそろ来るんじゃないかなっていうところで、また、iPhone のね、AirTag の管理画面みたいなのも結構まあ、リークされたりしてるんで、まあ来るかなっていうところですね。で、もしかしたらその2モデル展開にね、なるんじゃないかっていうところで、実際に発表されたですね、サムスンのスマートタグっていうのがあるんですけども、まあそれに似たようなね、感じになるんじゃないかと思いますね。で、Bluetooth 版の、例えば、標準モデルの Galaxy、スマートタグっていうものと、その上位版ですね、になるですね、さっき、まあ解説した UWB 対応した、Galaxy スマートタグプラスっていうものが、ラインナップとして出てきているので、まあ、Apple の、まあ、AirTag も、まあ、似たような感じになるんじゃないかと思われますと。あと、まあ、キーホルダーとかね、リークされているので、まあ、こう、おしゃれにね、カバンとかにつけたらね、非常にこれいいなと思いますね。ただ、その外出の機会っていうのがね、今やっぱどうしても減ってるので、その需要とか、まあ、どうなのかなっていうところもあるんですけども、はい。皆さんこれどうですかね、欲しいですかね、ちょっとコメントとかいただければと思います。続いて、二つ目ですね、発表されそうな製品、二つ目が AirPods 3ですね。発表される確率は、だいたい 80% ぐらいかなと
思います。はい、で新型の AirPods 3らしきね、あの写真がですね、まあ結構かなり詳細にこう流出してたりとかですね、まあ細かい内容についてはね、あの以前の動画であのしっかり解説しておりますので、あのこちらをね、ちょっと参考にしていただければと思うんですけども、まあデザイン的にはかなりやっぱ AirPods Pro に、まあ、近い形ですね。なんですけども、AirPods Pro のやっぱケースとかよりもちょっとまあ一回り小さいと。まあ小さくなって持ち運びがちょっと便利になりそうだなっていうところとかですね。あと価格的にまあ今の AirPods と値段は同じですね。同じままで AirPods Pro と同じような、性能ですね。機能とか性能になると。まあ、なんで音質とかで、ね、あの空間オーディオへの対応とかですね。まあ空間オーディオはなんか映画館ね、まあ映画館のようなこう音楽の体験ができるまあ機能だったりするんですけども、まあそういったものだったり、まあノイズキャンセリングの搭載もまああるかもしれないというところですね。はい。まあただ、ちょっと最近出てきたその実機画像ね、らしきものではですね、結構まあ開放型というか、なんか AirPods Pro みたいなあのイヤーチップですね、まあ耳栓みたいなものが付けれるタイプではなかったので、まあ、もしかしてノイズキャンセリングね、搭載がないかもしれないんですけども、まあそこがまあちょっとどうなるのかっていうのは、今回の注目ポイントかなというところですね。まああと AirPods Pro とかもね、まあそろそろ出そうということなので、まあもしかしたら4月とかに、ね、なるかもしれないんですけども、まあ、なんであの AirPods Pro のね、動画もぜひね、こちらもご覧ください。で、続いて発表されそうな製品3つ目がですね、今回の目玉はですね、iPad Pro ですね。はい、発表される確率はもうね、100% と言ってもいいと思います。まあおそらくその iPad Pro についてもまあリーク情報ですね。まあ、これが出るんじゃないかという情報がですね、あの一番多分多いと思いますね、今。まあとにかく多い。あまあミンチーコーさんだったりですね、さっき言ったジョン・プロッサーさんだったり、まあブルームバーグのマーク・ガーマンね、記者だったりとか、などなどもう情報がちょっともう出尽くした感がね、あるんですけども、まあ新型 iPad Pro はね、まあやっぱり3月にやっぱ登場するということで、はい、こちらについてはまあ期待されるね、性能とか価格の、まあ詳細に関してはですね、この動画のね、方で、こちらの動画の方でね、話しておりますので、まあ、ぜひこちらもね、ご覧いただきたいんですけども、まあ、新型の iPad Pro にはですね、A10X チップというものが、まあ、搭載されると言われておりまして、まあ、この性能が、昨年11月にですね、Apple が発表した新型の M1 チップを搭載した MacBook と、同等レベルになるんじゃないかと言われておりますと。まあ、ここは非常に期待したいところなんですけども、まあ、というのも、この M1 チップでも、そもそもその iPad のね、チップっていうのをベースに作ってますので、全然、なんて同等ぐらいの性能が出る可能性っていうのは全然ね、非常に高いんじゃないかと思います。で、この M1 チップね、まあ、搭載した MacBook Air、僕も3ヶ月ぐらい、使ってるんですけども、非常に薄型なんだけども、まあ、電池持ちとか、良くて高性能で、めちゃめちゃ快適に使えておりますと。まあ、詳細についてはレビュー動画とね、再生リストでね、まとめてございますので、まあ、こちらをもう見ていただければね、わかりやすいと思いますが、はい。まあ、そもそももうインテルのプロセッサーですね。例えば、まあ、Core i7 とか Core i9 とかあると思うんですけども、そういった、まあ、フラグシップですね。まあ、一番いいものとかも含めて、まあ、どのそのインテルプロセッサーよりも、M1 チップの方が性能は上回ってるっていうね、これまあ実際のデータなんですけども、まあその M1 チップと同等の性能がですね、冷却部門のファンすらないね、5.9mm のね、薄い iPad Pro にも、これが乗ってくると。で、その iPad Pro がですね、まあ結構厚くてね、ごついゲーミング PC とか、まあそういったものよりも高性能になってくるって考えるとね、これなかなかやばくないですかね。すごいですよね。はい。まあなんで結構期待が高まるっていうところで、はい。また、画面とかについてはですね、まあ、これから普及していく、技術であるミニ LED の搭載ですね。はい。まあ、画面が今のなんで602トンとかよりも結構、まあ、明るめで、まあ、見やすくなってですね、まあ、iPhone 12みたいに、まあ、5G に対応すると。で、また、新型のマジックキーボードだったりとか、まあ、最近、あと、Apple Pencil の第3世代っていうのもなんか、まあ、流出してたりするので、まあ、もしかしたら一緒にね、こう、登場するんじゃないかと思いますね。はい。まあ、一応、デザイン的にはね、そんな大きな変化っていうね、まあ、見られないんですけども、まあ、iPhone 12 Pro に、まあ、似た、もしかしたら高級感のあるね、ちょっとラグジュアリーな新色ですよね。まあ、なんでパシフィックブルーとかゴールドモデルとかね、こちらちょっとね期待したいなっていうところですね。で、続いて発表されそうな製品4つ目がですね、 iPad 9世代ですね。発表される確率としては、70% ぐらいかなと思います。ちょっとまあ発表されそうな理由としてはですね、 iPad の その9世代っていうものが、まあ、春に登場するんじゃないかっていう情報がね、まあ、なんかちょっと多いなっていうところと、まあ、僕そんなに出ないんじゃないかってまあ言って以前は言ってたんですけども、出そうだなと思ったのは、その春のね、やっぱ新学期のシーズンなので、やっぱ学生さんに向けてですね、やっぱ安い価格帯の iPad を用意するんじゃないかっていうね、まあそういった点ですね。まあ実際にやっぱ Apple は今新学期キャンペーンっていうのね、4月7日まで開催してますので、まあ実際やっぱ需要ね、まあやっぱあるんじゃないかとも思うし、うん、まあただその発表の確率をまあちょっと 70% にした理由っていうのが、まあ新型で出るにはね、まあちょっとスパン的にはちょっと早いんじゃないかなっていうところですね。
はい、まあ、というのも今、販売される iPad の第8世代っていうのが昨年の、9月18日に、ね、発売されたばっかりで、まあ、まだ半年ぐらいなんですね。まあ、立ってないので、あの、まあ、製品が出るスパンとしてちょっと短いんじゃないかなと思って、まあ、出る確率はもう、まあ、僕は低いのかなっていうね感じで、まあ、コメントとかしたりしたんですけども、まあ、ただやっぱね、よく考えてみるとこのご時世で、あの、 iPad のね需要っていうのが結構、まあ、増えてるんですよね。まあ、実際売れてまして、やっぱりその家で、あの、過ごす時間っていうのが多いので iPad 売れてると。で、まあ、やっぱ、あの、学生さんとかね、まあ、社会人の方とか、あの、リモートワークで、まあ、例えばその iPad を使うとか、そういったところも増えてるので、まあ、そういったことをちょっとね考えたりすると、今までにやっぱね、こう、ない状況だったりするので、半年のちょっと短めのスパンで出してくるっていうのもね、全然あるのかなっていう気がしてます。で、まあ、一応デザインとしては 10.5 インチでですね、まあ、基本的に一緒なんですけども、まあ、価格は据え置きのままで、おそらく現在の A12 チップから A13 チップっていうものに、まあ、高性能なものになるので、まあ、さらになんでコストパフォーマンスがね、もうさらにこう高まるね、エントリーレベルの iPad が登場するかもしれないっていうところですね。で、続いて発表されそうな製品5つ目がですね、 Apple TV ですね。発表される確率は、90%で、Apple TV はですね、まあ、テレビにつないで、まあ、インターネット経由で、まあ、動画を楽しめるものということで、まあ、例えば、あの、YouTube とかね、Netflix とか、まあ、Hulu とか、まあ、そういったものをね、まあ、アプリをダウンロードして、いろんな、こう、ストリーミングサービスとか見れたりするものなんですけども、まあ、Apple TV 本体もですね、あの、2017年の9月にね、発売してから、こう、4年ぐらいですね、もう、なんでアップデートないので、まあ、そろそろ来るんじゃないかと思いますね。あと、まあ、A10X チップってね、結構、まあ、古いチップが載っててね、本当、これ新しくなってほしいなっていうね。あの、僕も Apple TV 使ってるんでわかるんですけど、Apple はこの Apple TV に、あの、ゲーム用のコントローラーも一緒に出してくるかもっていうね。これはまあどうなるかわかんないんですけども、こともあって、あの、ゲーム利用としてね、やっぱ使ってもらう構想っていうもんね、構想がね、ちょっと進めてるっていうところもあると。去年の、あの、例えば2020年の3月にですね、あの、アーケードっていうね、サービスが発表されてまして、まあ、毎月、まあ、サブスクの支払いでですね、まあ、600円で、まあ、100以上のこうタイトルね、まあ、ゲームが遊べる、サービスなんですけども、まあ、ゲーム利用とか想定してくると、やっぱある程度ね、やっぱその性能っていうのは必要になってくると思うので、あの、まあ、どのチップがね、ちょっと乗ってくるかっていうのはね、なんとも言えないんですけども、まあ、おそらく A12Z あたりかですね、もしかしたら最新の A14 チップをね、乗ってくる可能性も全然あるんじゃないかと思いますね。まあ、このご時世でやっぱおうち時間増えているので、まあ、発表の確率っていうのは、まあ、結構高いんじゃないかなと思いますね。6つ目がですね、iPad mini 第6世代ですね。これ発表される確率としては、まあ、50% ぐらいかなと思います。iPad mini はですね、2019年3月に発売されてから、なんで丸2年ですね、音沙汰がないっていうのと、まあ、その時もね、結局その中身のアップデートだけだったんですね。性能がちょっと上がったっていう。で、もしかしたら iPad mini も iPad Air 4みたいに、あの、全画面ですね。全画面デザインになって、まあ、今の、まあ、7.9 インチから、まあ、8.94 インチとか、9インチとか、まあ、あたりになると、まあ、言われてたりするんですが、まあ、iPad Air 4のね、あの、まあ、リークがね、すぐ、あの、的中したね、この人結構当たる、ドゥアン・ルイさんでね、これ台湾の人なのか、中国の人なのかわかんないんですけども、まあ、Twitter でですね、まあ、大画面の iPad mini ではなんか P2 ステージのその段階をまだ過ぎただけだと、過ぎないということで、あの、この P2 っていうのはね、どういうものかっていうのは、要するに開発段階の中の途中の、やっとこう、デザインがこう、決まった段階と、まあ、そういったものに過ぎないということで、まあ、なんで、まだ実際その試作機とかもまだできてないっていうね、段階なんですね。まあ、なんで、まあ、仮にこれが本当だとしたらですね、まあ、出るのが、まあ、9月とか、まあ、10月の、まあ、アップのイベントなのかなっていうところですかね。まあ、本当に出るかわかんないですけど、まだ試作段階であるとしたら。はい。まあ、なので、やっぱ3月の登場の確率っていうものはね、まあ、低いのかなって思いますね。まあ、あるとしても、その、今の、同じようなね、モデルのままで、まあ、出してくるっていう感じ、まあ、マイナーアップデートになるのかなっていうところですね。で、最後、7つ目がですね、iMac ですね。はい。まあ、発表の確率としては、まあ、30% ぐらいとは思うんですけども、はい。まあ、確率は、まあ、非常にちょっと、まあ、低いとは思うんですけども、まあ、まあ、出てこないと思うんですけども、まあ、ロマンは非常にあるかなっていうね。iMac はね、あの、この大きいデスクトップ PC には、なるんですけども、まあ、デザイン自体はね、あの、2011年ぐらいからおそらくね、ずっともう10年くらい変わってない。ね、ずっと変わってないんですよ。はい。プロディスプレイ XDR かな。っていう、あの、Apple が出してるね、めちゃくちゃかっこいいね、モニターがあるんですけども、はい。まあ、それに近いデザインね、まあ、変わるんじゃないかと。大きく変わるんじゃないかと言われておりますと。はい。で、また、あの、M1 チップとかベースにしたですね、まあ、さらに高速な、まあ、CPU とか、まあ、GPU とか載せたものっていうのを搭載が、まあ、こう、いろんなところで噂されておりますので、まあ、高性能になって出てくるんじゃないかというところですね。はい。まあ、一応、プロモデルのね、まあ、その動画の中で、まあ、M1X チップ、まあ、こういう感じになるとか、ついてね、非常に、あの、詳しく話してますので、まあ、性能とかについて気になる方は、こちらをね、ちょっと参考にしてみてください。はい。で、面白い情報としては、やっぱ、カラーバリエーションっていうところですね。
iPad Air 4 みたいなね、まあカラフルなこのラインナップで、ね、出るんじゃないかっていうところがね、ジョン・プロスターさんがね、まあリーク情報を出たりしてたので、これは非常にね、楽しみではありますね。はい。はい。まあ、こんなカラフルなね、iMac、まあ、出たら欲しいよってね、ちょっと思っちゃったんですけども、まあ、やっぱカラフルなのは昔のその iMac ですね、透明な、やつ、ジョブズの時代のやつの、まあ、オマージュかなっていうことで、まあ、真似事ですよね。まあ、そういう感じで、それを現代風にした感じで出してくるんじゃないかっていうところですね。まあ、iMac も随分ね、やっぱさっき言ったように刷新されてないですから、まあ、M1 チップか、まあ、MIX チップかわかんないですけど、まあ、乗せて、やっぱ大きく変わって出してくるっていうところですね。まあ、最近やっぱ iMac Pro がね、やっぱ在庫分でこう終了ですみたいな、まあ、アナウンスがあったりしたので、まあ、そろそろなんじゃないですかみたいな声もね、まあ、あったりするんですが、まあ、そんな3月とかに来るってことはまずないと思いますね。まあ、早くて、まあ、例えば MacBook Pro を次のM1 のモデルと、同じ、まあ、6月とかですね。まあ、秋とかの発表会とかで、まあ、10月あたりとかが濃厚なんじゃないかと思います。まあ、個人的には MacBook 使ってるので、まあ、iMac、まあ、そんな使わないんですけども、まあ、デザインとかね、やっぱインテルのまあ iMac とかに比べて、まあ、どうしても性能とか含めてね、大きなすごいモデルチェンジに、まあ、なると思うので、これちょっと欲しくなっちゃいそうですね。はい。ということで、皆さんね、全部7つ紹介してきたんですけども、皆さんはどの製品がね、ちょっと登場してほしいですか？はい。まあ、どれ買いたいですかっていうところですね。ぜひね、ちょっと気軽にコメントしていただいてですね、みんなでちょっと共有できればと思います。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったと思った方はですね、チャンネル登録もちろん、グッドボタンですね、一番右の通知ベルもぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。